さんこんにちは。福岡アムニカ奏者の西川です。今日の195回目は谷間の灯火、これは直訳すると谷間に火をつける頃と、そういうなるんですけど、だから谷間に火灯す頃という曲名になっているのもありますね。お母さんが愛用、谷間の家で火を灯すんです。でそれは息子の帰りを待っているんですけど、ただ罪を犯した息子は帰るに帰れないという、そういう物語の中の曲ですね。谷間の灯火でしたね。みんな元気出しましょうね。それではまた明日。